皆さんこんにちは。ザン企業リーグ2023レギュラーシーズン第11戦、本日は池袋リレーズ脇部さん、アルタイルジャパン柴田さん、カジノブハルさんの対戦をお届けします。実況は私堀内とピースケと桐生です。以上この3名でお送りします。それでは選手の皆さん準備できましたら入場の方をお願いします。まずは池袋リレーズ脇部選手です。お気合い出ますね。はい続きましてアルタイルジャパン柴田選手お願いします。はい、そしてカジノブからは春選手です。お願いします。はい、春選手ご入場お願いします。うん、可愛いですね。はい、いやこれどんな戦いになりそうですかね。はい、なかなかそうですね、はい、濃いメンツですね、はい、そうですね、かなり。あ、やったカジノ、酒、パチンコスロット、麻雀、競馬、競艇、BJ ポーカー、バカラバカラ、海外カジノを中心としたギャンブル系コンテンツを無料配信中。全国のギャンブラーよ、カジノブへ急げ。まずは概要欄へ急げ。それでは対局の方スタートしてください。ちーちゃが脇部選手ですね。なんちゃが柴田選手、ちゃちゃが春選手でスタートです。これまでの対局を振り返ってみてどうですかね。そうですね、はい、まずちーちゃの脇部選手は、はい、前回の企業リーグと、同じような感じだなと。うーん、ああ脇部さんだなっていう、はい、割と大物というか、あそうです、ね、狙う感じだなと思いますね、はい、で柴田選手も、控え室でも言ってましたけど、やたら本一が入ると。あ、そうそう、すごいね。そうですね、はい、染め手が多いな、見せてくれますよね、はい、見せる麻雀で、春選手はやっぱりスピード重視の麻雀なので、うん、今回で言うとそうですね、春選手のそのスピードに2人が追いついてこれるかどうかっていうところが、はい、1個の見どころになるんじゃないかな。上がりの平均打点だと多分柴田選手と脇部選手はちょっと高いですよね。でこう話してるうちにですね、早速春さんが何をポンして天敗ですね。点取りましたね。はい、高勢の初があんこでスーピーノッピ、スーピーノッピのシャンポン待ち。現状はこれは4000点ですかね、初ドラドラ。そうですね。これもね、1枚目から迷わずポン点取られましたね。そうですね、はい、判断早かったですね、はい、スーピンローピンが山に3枚ですかね、はい、ただ待ち選択も結構難しいところだったと思うんですけど、換算ピンに受けるかスーピーノンピーのシャンポンに受けるかってところだったんですけど、そうですね、はい、かなりノータイムでシャンポンに。そうです、おお、それで受け間違えない、最速ですね。天才ですか、はい、この方。なんドラドラ1300の上がりです。いや、はいはい、早い、早い。これはもうお二人だったらこれ泣いてない可能性もありますね。自力でアンコールすればつもり3アンコーとかで、ね、晴れ間や倍間にある可能性もありますから。そうですね、はい、1枚目から迷わず行きましたね、はい、これはね、ハルサさんのこのジャンプ出てますね、本当に、ね、なかなかこれ隙がないんですよね。相手がね、こうでかい手を上がれればいいんですけども、やっぱ最短ででかい手を上がった人は勝ちなので。そうですね、はい、やっぱりカジノブっていうチームがもうそういうチームですよね、はいはい、かなりスピード重視の。そうですね、シビアが一番足ですよね。そしてトン2局、親番は柴田さん、柴田選手、ドラがチュンです。ちょっと重いですね、柴田選手。そうですね、はい、うん、おっ、これもね、数層とか払う人も多いと思うんですけど、とりあえずこの数層を残して本一ではまだ向かわないっていうね、そうですね、はい、やっぱり赤が全部 5にドラが入ってるっていうのもあるんですかね。わ、これですよ、ですよ、ね、これをちゃんとキャッチして、多分トーンを一泣きして想像のカンチャン払っていくっていうプランなんですかね。アケペさん、さっきいい嘘を聞きましたね。 おこれでシャー一枚切りですね、の取り手落としでイーシャンテン。あ、これはいいイーシャンテンですね。ペイのポンテンも取ることができますね、3面チャンで。そうですね、はい、柴田選手親ですね。まだね、ちょっと時間かかりそうです。
ちょっと柴田選手は手が重いですね。脇2人が良すぎるというか、はい。お、これでペンチャー埋まって一歩前進、一面ドラですね。中は1枚切れ、ナンはこれはションパイです。はい、でこれハルさん、ハクは共通アンパイなんですね。あのちゃんとシャーの方切っといて、ね、ハク残すのも見事ですね。やっぱ、ね、基本、あの本当に基本的なことなんですけど、はい、地獄もあるかもしれないので共通アンパイのハクを残す。もう 手配は決まってますからね。お、これで両面ターツだいぶ整ってきましたよ。これでテンパイまで時間かかるようだと柴田選手が追いつくなんてこともありますからね。そうですね。いや、なかなかテンパらないですね。3面ちゃんが入ってくれればフェイからなければいいんですけど、安いんですよね。2人とも、はい、夜会を泣きたいですね。そうですね、今にもテンパイ、ポーを泣きたい、ペイを泣きたい、まだ両方生きてます。これで4と1目9ピンを切るか、それとも2ピンでメンツ手の方で受けるマックスにするか。柴田選手結構チートイも多い選手なので、はい、4トイツで、ただあの残ってるのが両面だったんですね。ソーズとピンズの方が、うん、何気にちょっと難しいところですね。あ、これチートイツの可能性も残しながらっていうところですかね。いい位置ですね。これはまだね考えてますね、本当にこれでいいのかっていうところで、はい、まあ、両ピンも、まあ、9ピンもほとんどいらないですからね。それただまあ一応トイツの可能性も残すと、うん、おっ、あ、関係ないですよ、ごめんなさい。隣でした。はい、隣でした。ソーズの三面ちゃんは引かない。引かないですね。バーケム選手もいいシャンテ長いです。これ一歩前進。これでメンツテの方にしますね。両ピン切りが一番広いですね。チーソーの薄いペイコーと両面と。これいいんじゃないですか。追いつきそうですよ。そうですね。急に。はい。役が出てこないですよ。しかも。で2000点とかだと親に入るとかなり苦しいですから。そうですね。いや、これはやばくなってきた。ワケベ選手めちゃくちゃ、ね、広いんですけど全然テンパらないですね、はい、なんか。いや、出ないですねこれ。面前だったらまだ戦えるんですけど、そうですね、親に、これはどうする。これは選択です、ね、はい、ローピン切っておいてポンテン取れるようにするか。そうですね、まあ、受け入れが一番広いですね、うん、はい。両ピン切りっていうのもあったんですけど、そうですね、あ、これでカウンティーフォローできますね。はい、受け入れマックス、ここで安全パイを離す。とテンパりました。ペイは2枚生きてますね、はい、ようやくテンパりました。ペイが2枚だけですかね。両ピンは1枚切りの手配で1枚、はい、柴田選手は1発目スーソーは通ってないんですよ。ローピンが現物、スーソーも結構きつそうに見えますか。ローソーは2枚切れてる。ローソー早いですけどね。だから親番で結構苦しめのインシャンテンなんですよね。そうですね、形はいった、まあ、ちょっとションパイですけど、はい、一旦手配は、まあ、ローピンで1回現物切っといてインシャンテンキープするか、スーソー勝負するかで多分今悩まれてると思うんですけど。そうですね、このただイーシャンテン取っても苦しい。ただね、あの脇部さんが、あの脇部さん、あの花さんなんですよね。もう結構高くて、もう放銃したら、ね、一発放銃もう跳ね万以上覚悟とかそういう感じなので、うん、いくら親番とはいえここ難しいところですね。ただやっぱりここやっぱ親番ってやっぱ3人じゃ一番強いじゃないですか。そうですね、簡単には落としたくないっていうか、はい、ここは現物イーシャンテンキープです。いきましたね、はい、まだ粘ります。そうですね、はい、テンパったらこのシャンポンでスーソも勝負するっていう構えですね。ペイは生きてるか、一発目積もれず。トーンはこれ、トーンはこれションパイです。ションパイですけど親番中イーシャンテン、現物は三蔵とイーピンです。ちょっと押したいですよねこれで。トーン切ってイーシャンテンキープするか。あのチーソーが今通ったんでションパイ打った後にスーソーも筋で割と勝負しやすいんですよね。そうですね、あ、スーソー行った、はい、でこれあの結構中盤とか終盤になってくるとこれ危険度逆転するんですよ。あのションパイの方が危険になってって、あの中筋とかの方が安全度高くなってくるんですね。そうですね。で川にあのイーソーサンドって切られてのリーチ宣言パイがスーピンなんで、うん、当たるケースだいぶ減りますね。そうですね、カンスーソーとかスーソーのシャンポンは、はい、これはハルさん、ハルさんさっき9ピン来たんですね、はい、ウーピン受け入れなくして、はい、ただまあリャンゾーが、あ、飛んでた、あ、スルー、リャンゾーはこれもテンパイじゃないですか。これでパーソー9層で追いつきましたね。これリーチじゃないですかね。ションパイのトーン、これが今1枚切れたんで完全敗ですね。これで追いつきました、パーソー9層をやり動くか動かない。じゃあハルさんはこれはトンのトイツ落としですね。持ってきました、はい、あ、これ仕掛けてたら積まれてました、ね、危ない結果的には。おー、積もった、高い。リーズモペイ、赤赤花さん7本です。
ウラドラは乗らず、乗らず、ハネマ4000-8000リーズモペ1235ですね。バイマンですね。バイマンだ。バイマン6000-1万。はい。はい、あれね、先に出てたら多分2000点だったと思うんですよ。そうですね。寝てた。あ、でもね、結局花が出てね、だいぶ高くなりましたね。さ、お、ハルさん整ってます。トーン3曲の親番はハル選手、ドライソーです。今結構手が良かったですね。かなりまとまってますね。はい、柴田選手はトンガドイツ、赤とドラの椅子がありますね。手なりで進めていくか、ちょっと本位追クリッシャーも、ね、両方ありますね。はい、そうですね、1枚ギルド箱から。これはさ、結構いいですよ。赤赤あって三アンコウとかトイトイとか、お、だいぶこの数ピン立てて、あ、引き締まりましたね。これでまっすぐ自敗、1枚ギルです。チューン柴田選手がトーンをポンするのかどうかってちょっと、そうですね、まあ、はい、あ、これはいいとこ引いた。これで想像の連続系ですよ、くっつけ2ピンと。多分堀内さんだったらトーン泣きますよね。そうです、そうですよね、これ、はい、お、いいとこ引きましたね。いいとこ引きましたね、これは。私、バケバさんだいぶいいですよ、これいいシャンテン。あ、ここもいいシャンテンですね、柴田選手。選択、ターツ選択ですか。はい、ドラがいそうですね。ペンちゃんとカンちゃんの比較でドラがいそうなので、まあ、よりパーソー9層になりそうですね。そうですね、まあ、はい、まあ、ただ、まあ、まあ一応ターツ選択なんでね、あのちょっとペンチ層良さそうにも見えるんですけど、9層が2枚見えて、はい、まあ、想像上のペンちゃん張れますね。お、これでいいシャンテンだ。いいシャンテン、いいですね。3人シャンテンになりました、これ。あっと、これでサブロー層でテンパイです、バケベ選手。これサブロー、そう、あ、はい、山4ですかね、はい、山に4枚リーチ赤ドランテです、うん、ポッチもいます。うわ、これはね、これ難しいですね。パースを切りますか、現物何もないですよ。難しいな、これチートイツのいいシャンテン、赤ウソとかローピンはきついですね、あまりにも。そうですね、まあ、でもパースを切って急走3枚切れなんで。お、いった、いきましたね。急走3枚切れなんですよ。急走3枚切れですね、はい、もうまっすぐ、もうここの親は完全に無理ないですよ。あ、追いついた、カンニャンゾ。追いつき。白ポッチは見えてない。これは、これかなりありそう。1枚場に見えてるだけ。ただ待ちは悪いんですよね。そうですね。はい、1枚切りのカンニャンゾです。白ポッチは来ている。対子供ですね。いや、行きそうですけどね。とりあえず、ダマはダメですね。はい。おー、これもない。もう、パース、あの、急走スインでパーソー打つとか、ね、ローピンもでも行ってもおかしくないぐらいですね、もうね。そうですね、はい、あの赤嘘一発目の覚悟を見ると積もれず、ローピンも結構きつい牌ですね。ただテンパってる現状、カンニャンゾー3万8000点持ち、まあ、ただこれ2ピンが現物なんですよね。だからそこで2ピン2ピンで回るか、回るか。ただこれ上がりたいんですよね、はい、そうですね。あと、あの、あれですね、あの春さんのプッシュは結構、あの親番中の完全シャンテンで、あの花を2枚抜いてるんですね、うん、相当整ってそうに見えますよね、はい、あ、これで楽にやったんですね。ローピン通りましたよ。これ行きやすいんじゃないですか、春さん。かなり、うん、とりあえず、お、ローピンを合わせない、もうローピンのアンコの可能性も期待するってことですね、うん、9万ションパイから勝負、ね、シケポッチだけやめてくれ。花さ、あ、こ、あ、これ、いやー、これはね、でもね、パース、ね、でもパースが、ね、自然だったですね。これ、うん、これ1枚切りのローピン切りですね、多分ね。良さそうに見えるのは。積もす手順ありますね。はい。あ、ウーソー切るかっていうことですね。ウーソー切ってますからね。ウーソー切って赤ウピン勝負するか、それとも受け入れでローピン切りですね、1枚切り。そうですね、打点十分ですからね、はい、これ。サブロソーとお隣ですね、これ。あっと、ここで柴田選手の上がり牌を使いました。トン赤ドラ、カンニャンゾ待ち。4000点の上がりです。柴田選手が上がってリーチをかけたワケベ選手が報酬。いいローピンプッシュでしたね、うん、いいですね、はい、あそこでね、あの待ちが悪くて、ね、リーチたちが押し切るかどうかってね。そうですね、 きっちり押し切って上がりましたね、今ね。繊細な球、繊細な球です、はい、お、なんか幼虫杯多いんじゃないですか、これ。ワケベ選手、これは親番中で、あ、直風のナンは統一ですね。あ、でも想像の本質が見て、リピンからとりあえず切っていくか、それともイーマンから切っちゃうか、親番中、あ、まあね、まあ連チャンもしたいので、まあ親番だとなかなか難しいですよね、はい、これいいシャンテンじゃないですか、はい、あ、そうですね、いいシャンテンですね。春選手は
鼻抜いてなんかすごい高くなりそう。まだちょっと形は悪いですけど、なんかこの春さんの手配、はい、全部有効杯みたいな手配してましたね、はい、今。あ、テンパった。これでこれはもうリーチしてほしい。ペン三蔵にするかカン三蔵にするか。リーチドライチですね先生。まあ一応ね、あのなんか数素切っとくと三蔵出やすいとかもあるんですが、まあ一応あカン三蔵手代わり玉ですね。あのイーペーコーとか赤引きですね、この三人麻雀の場合はあの5が全部ドラになってるので、実はこれかなりあの打点ピンクと赤って高くなりやすいんですよ。そうですね、ほらこれすぐですね、これですよ、イーペーコーでした。さすがですね。ここでいい判上げてリーチ、まだ生ですね、はい、役ができたからだもん、そうですね、ローソーのタイヤをとか赤引きありますから、うん、でこれダマでも上がれるようになったんですよ、この今の数ピンで。そうですね、これハル選手これイーソー切ってほぐしますか。そうですね、はい、イーソー切ったですね、パーピンの方から、はい、あ三蔵積もってくると形良くなりますね。そうです、ね、はい、お積もった積もった、柴田選手積もいいペークをドライチ1300の上がり。いやこれは渋いっすね、渋いですね、はい、うまくかわして1300で親分を持ってきました。これ結構並び的にもいいんじゃないですか。かなり、はい、今は2局連続でね、あのかなり平たいですね、平たいですね、はい、で何二局柴田選手が4番です。ドラか両蔵、お、うん、結構いいっすね、ってますね、はい、急走がんこで赤嘘のと言ってあります。お、あこれはいいな、鼻鼻抜いてからの、おーおーパスワンコやった、いいシャンテンだ、カンチャンカンチャンのいいシャンテン、しかも高い、鼻鼻がうまい、愛されてるな。ワケベ選手も結構いいですよ、1枚ギルの、まあ、お高瀬のシャーから、はい、これいいですね、いいですね、はい、ハク投げたらめちゃくちゃハク、ここもいいとこ入った、めちゃくちゃいいスーピンですね、これ縦引き嬉しいんですよね柴田選手の。そうですね、はい、結構自敗とか重なってたりとかすると、はい、厄介トイトイとかもあります。これで二度受けができてるいいシャンテンですね。パーソナさんはドラのカンチャンターツできて両シャンテンですね柴田選手。選択ですね、選択ですね、はい、選択ですね、現状4万7000点持ちなんですね、オーラスで親番割ります春選手。ドラがリャンゾーです、ポンテンの残して赤ウッピン使い切れる形ですね。もうちょっと打点があったらね、もう赤ウッピン切っちゃうなって手もあるんですけど、あのそうですね、やかいポンしてカンパーピン釣るっていう、ね、ただ打点も欲しい状況です。でも現状これはくれたらポンテンですね、はい、ポンテンで漫画になります。お、一通のイシャンテンのいい引きだ、シャンテン、これ将来的に柴田選手のサーピンが、そうですね、ちょっとこれで広くなったっすね、チーソーですかね、はい、チーソー打っとくとあの E ピン重なったりすると鎮圧に行くパターンもあります。そうですね、そうするとあポンすることもできるんですよね、 E ピン2ピンとか端っこの方、はい、あこれは形がいい、おチートイツのいいシャンテンだ、これ結構炸裂したら打点が、ね、あの決め手になりそうですね、このラス前で1万8000とか決まると。そうですね、チートイドライオンあります。でね、ハル選手これいいシャンテンなんだけど形悪いんですよ。でワケベ選手はあのペン3ピン、まあ、リャンピンスイッチスイッチピンだったらまあいいんですけどね。そうですね、うん、はい、うん、これねゆっくりしてると、おっとテンパった、これはね、これはあの白ポッチの方積もってテンパったんで、カンパピンダマですね、これ。そうですね、普通のポッチ積もってたらリーチの可能性結構あった、はい、おっといいとこ引いた、これはこれで一気に2人テンパイだ、ウッパー層待ちでワケベ選手がリーチ、一通は崩れたけどこれは、まあ、両系先制なんで十分系ですね。対ハル選手関ローピン、まあ、ハルさんだいぶ押しそうですね、はい、うーっと。で柴田選手もね、あのいいシャンテンなんで、おお来た、これはあの球走はあの場に1枚切れてるんで両ピン短期ですね、はい、両ピン短期は山に1枚です、ね、1枚、ただローピンもねこれは残り1枚ですね、はい、ウッパー層が1234566残り2枚、ウッパー層1枚じゃないですか、はい、あウッパー層これかなり薄いですね、ウッパー層1枚ですね、ウッパー層1枚ですね、ウッパー層1枚、
どうなる？まだ街は帰れる。チーピンはないですね。順からですね。ただあの短期選択ってまだ街の枚数変わんないんですよ。で、すでにリーチが入ってる状態なんで、うん、一応筋安全度で2ピン切るかもしれないですね。まあ一戦現場 EP なんで結構怖い範囲なんですけど、まあ、チーピンよりはマシかなっていう。とりあえず2ピンの方から、はい、あ、掴んだ。あ、これ、これは、あ、止めれるかもしれない。これはもしかしたらこれウーピン、赤ウーピン切れますよ。これ今ありますよね。これ1枚通ってます。ウーピンチーピン払ってかで本位ついけるんで、おわさ、見事だこの一般外目。え、これ順からですか？これね、順、あれでも嘘がもしかして、そうですね、いや順からっすね。柴田選手、ハルさん2枚ずつで、ハルさんがそう、はい、パスを3枚、うん、これやばいです。あ、チーピンが捕まってる。いやでもまあまだ数字なんで、まだね、ワンチャンスなんで、はい、3人マージャンの場合ワンチャンスも、ね、結構危険範囲ですから。チーソー現物、あ、これちょっと危ないですね。メイン本テンパったら、あ、きつい。これきついですね。これ押し切るか。現状4万7000持ち。おお、抜いた。いや見事ですね、この押し引き。 E ピンは3枚見えてます。柴田選手はチートイドライブの1万8000連敗。ここで決まったらでかいっすよ。そうですね、これ今、あ、良さそう。地獄、地獄ですね。チーピン取ってないんですよ。なんで安全度ですね。そうですね。あるか。嘘、順から当てられ4枚使われてるんですね。そうですね、順からですね。でパーソーがアンコで1万いけるっていう。うわ、これはしびれるな、この3ピンは。いや、ただね、これはあの親番中で、あの条件なかったら押しなんですけど、現状ラス前なんですよね。難しいですね。はい、ただ持ち点考えると、やっぱバケベ選手は5万5000持ちのトップ面でリーチかけてるんで、なんとかここ上がりたいですよね。粘りたい。あの降りちゃったら ね、はい、バケベ選手はトップのままオーラス迎えちゃいます。いや、これ勝負ですか。これチーピンの方ですか。お、3ピンいった。気合が、気合ですね、はい。やっぱりこれ勝負するんだったら、町の枚数、見た目枚数多い方ってことで。そうですね、はい。数字まだ通せます。あ、きつい、はい。あ、でもまあまあ3ピン取って9ピン取って中筋、はい、いや中筋ですね。これチーピンもちょっと切りやすくなったっすね。そうですね、はい。いや、これまあプッシュですね。ローピンを中筋でプッシュするか。いや、悩ましいですよ。チーピンはダブルワンチャンスなんですが、ションパイなんですよね、うん。3人マージャン、これ終盤にやってくるとションパイだいぶ危なくなってくるんで。そうですね、うん、危険の時にもローピンの方がだいぶ通りますね、はい。まあ、リーチまではやっぱりその、はい、ピンズの上何も来てないですからね、はい、普通に高くなってます。何でもこの残ってる数字がソーズのリャンウソーとスッチーピンくらいですかね、残ってる。あとウッパーソーと、そうですね、リャン、うん、そうですね、リャン、リャンウッパーと、リャンパスとスチピン、うん、リャンパスとスチピンが残ってる、はい。ただまあその、あ、まあ、今回はたまたま光景でしたけど、 E ピンリーチでその1級のなんていうんですかね、宣言杯のリーチって若干通常のリーチより光景率が下がるというか、はいはいはい。じゃあやっぱそのションパイとかそういう方がちょっと危なくなると言いますか、 そうですね、そのヤゴチューハイとか、はい、ローピンをここで勝負して天敗時チーピン滝、まだ街は帰ります。ここどうだ、あー、リャンゾー通りましたね。これパーピンもションパイなんですよ。これパーピン、あ、でもさすがに数字ですね。そうですね、はい。でもこれションパイ怖いです ね、 怖いですね。もうかなり怖いですよ、ここのションパイは。いや、押し切ってる。で、ハル選手はきっちり降りてますね。はい、もう未練はなし。チュン、あ、今これ地獄のチュン。でもこれチーピンが、いや、チーピンがね、あのワンチャンスでまだあるんですよね。はい、スッチーピンまだ否定できてないんですよ。まあ、山ももうね少ないですからね、はい、いつも。これはパーピン。いや、でもね、これね、やっぱそうですね、町の枚数変わんないんですよね。おっと、これあれですね、配定前の勘ができるってやつですね。そうですね、はい。あ、勘がしても、あ、ここ今のタイミングで暗勘色と消えたんですが、あの裏ドラの可能性ができちゃうんですね、積まれた時にね。そうですね、うん、はい、ここで勘は、あ、できますか、ここ。アンカーできますか。できないですね、これ。アンカーさんめくれないんで、多分ね、これハルさん、うわ、やったわって思ってます。一巡前だとね、はい、ちょっとリスク上がりますよ ね、 そうですね、ドラゴフェイレブン、はい。さ、流局して柴田選手と脇部選手の2人転敗。この脇部選手のウッパーさんも良かったんですけど、柴田選手粘りましたね、チートイツ で、 そうですね、はい。これこの転敗でかいですね、見事ですね、はい。
これ上がるのはかなり難しかったですね。これはちょっと手繰り寄せられないかな、簡単には、うん、まあ、やっぱりチーピンがあの筋少ない中でもう残ってるのがチーピンぐらいしかなかったんで、はい、先制されてなかったらその端の方に近い上がりやすい短期にするんですけど、やっぱリーチが入ってるとどうしてもね打っちゃったら終わるので、そうですね、はい、ハイの安全度を優先します。でこれで柴田選手連チャンで難2局の一本場ドラが数層です。さあ手牌はどうでしょう。厄介ペイと言ってですね、はい、とりあえず花から赤ドラって悪くないですね。これはそうですね、はい、ペイがなければペイなければでカンチャンカンチャンですね。厄介赤ドラの早いしゃって、おこれはいいですね。早いですよ。ドラが3枚ある赤赤ドラ、おっとこれはいいぞ、いいシャンテンだ。いや三面ちゃんとカンチャンでしたね、カンニャンズでしたね。お、いいですね。これ役泣けたらすぐ、あ、もちもちだ、もちもちだ。あ、これでわけべ選手両面と三面ちゃんだ、だいぶいいですね。そうですね、さすがにちょっとわけべさんが上がり、あ、でもすごい追いつきそうになってきましたよ。うわこれででもね何のポンテンは効かないんで、そうですね、うん、逆にこのちょっと持ち合いで時間かかると柴田選手が追いつくなんてこともあります、ね、あ、いいシャンテンになった。とりあえず取りそうですね、なんか春選手、そうですね、はい、お、赤を先に切る。いやこれ、はい、結構さすがですね、あの嘘切り、はい、ピンズ上の方が、ね、良さそうと見たのか、かなりシビアな、はい、いやまあ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 、そんなこともあります、はい、はい、さあ柴田選手カンチャンカンチャン、とりあえずペーポンできてって感じですね、まあ、このチーピンはもうパーピンキューピン切ってるんで切っておきたいですね、はい、単に残して、まあ、ただあの引き戻しなんていうパターンもありますね、そうですね、はい、おシーローテンパった、これ白ポッチャまた持ってます、またそうですね、はい、おお、ここでウッパーソー先制リーチは脇部選手、ウッパーソーウッパーソー再びウッパーソーは3枚ですか山に、はい、ペンカン3品はダマプッシュ、いやここのめくれ大事ですよ、かなり、そうですね、はい、ドラチーピンは現物です。まだ形が悪いですね親番ですが、打点は高い、上がれば柴田選手かなり厳しいですねこれ今、はい、ペンカン3品残り2枚です。枚数そしたらそんなに変わんない、3枚で2枚ですか、そうですね、はい、お、アンコッタインシャンテン、どうする、ウーソーはね3枚見えてるんですよこれ、いやこれパーソーちょっと危ないですよ、パーソーちょっと危ないですね、あ、ただあの、まあまあ、あ、3ゾーンいい層の切り出しなんで、リャンゾーちょっと切りやすいですね、うん、あの3ゾーンは3枚見えてます、そうですね、はい、まあ、想像切るならリャンゾーからかなっていう感じですね、はい、これテンパルとパーソーが、あーでもね上がりにかけるんだったらカンチーソー、あーっと、あーローソーはワンチャンスなんですよね、おっとっとっと、ただあの3ゾーンが3枚見えなんですよ、そうですね、うわー、おお、あ、これペイ、そうですね、換算ピンもあったわけですね、問題は、そうですね、はい、あと、お、ドラ、スーソーとこれでかいですね、うん、だいぶこれでカンチーソーよけれそう、おお、来た、追いついた、おや、リーチ、はい、待ちは悪いですけど親番で打点はありますよ、ダブロンですよこれ、3ピンが、はい、3ピンダブロン、え、これオープンですかもしかして、あ、違う、あ、普通か、普通、まだまだですね、まだね換算ピンで追い、ちょっと確認して、はい、追いかけリーチ、現状はリーチ赤ドラに花1枚抜いてます。この3ピンのダブロンはきついっすね、きついですね、あのピンを9ピンはプッシュ、プッシュですね、プッシュ、うー、このダブロンきつい、柴田選手が、リーチ一発赤ドラドラ、裏が乗るとハネマンになります。春選手は白赤ドラドラですね、はい、現状 春選手は8000点、柴田選手は裏が乗るとハネマン、さあ裏はいいピン12000、一本もですね13000と、春選手が白赤ドラドラで満貫、これは2万点のダブロンです。い痛い、ここでトップ目から2万のダブロン、これは痛い、日望はこれは頭跳ねで、はい、で親の連チャンです、ダブロンの1000点はあれは多分お釣りの1000点ですかね、多分1万点今受け取ったので、釣り物の1本が1000点は両方つくんですか、
え、前局あれはあの流局だったので京都で落ちてた先手じゃないですかね。あれ10分ってこれ使う。あ、そうだ、はい、あの右上の先手は前局流局のリーチ棒ではない。リーチ棒はどっちも好きですか。リーチ棒は8000と食べてる。あ、じゃあ8000のみですね。8000のみです。1本は使わないです。そう、あ、8000で、あ、お釣りのってことですか。あ、失礼しました。はい。さ、親年ですね。はい。ダブロンで柴田選手連チャンです。いや、今の換算ピンのね、あのターツ選択が見事でしたね。うん、いや、あと春選手も結局あのペン転換算ピンで押し切って見事な上がり。うん、はい。これで2人とも5万点超えですね。柴田選手が6万3000トップ目。逆に苦しくなったのがワケベ選手。ちょっと良さそうですね。はい。お、いいですねこれ。赤赤あって、割と泣きやすい八百中杯の取り手が2つあります。そうですね。はい。これは初だったら進めやすいですね。春選手はイーマンから来て想像を吠えつまる形。ワケベ選手大ダメージですね今は。いや今のは痛いですね。ウッパース悪いことしないんですけどね本当に。そうですね。普通にテンパって普通にリーチして普通に刺さったみたいな感じですね。はい、これで両面ターツができましたね。ターツオーバーしてる。両冠になって持ち早がってきますね。はい。想像の本質は無理には見ない。お、これシャーク触った。気持ち、はい、シャーク効きますね現状。なので今花一枚抜いてるんで薬杯ドラさんのマンガンっていうのもあります。ここでマンガン上がっとけば。オーバラスなんとかトップの可能性も。そうですね、はい、今現状トップ目と、29,000点差、うん、ここで一回上がっとくと ね、 ねいいんですけどね。なんとか形はちょっと重めです。あ、チートイツのイシャンテンですね。残す牌の選択、チーピンはドラ表示牌です。はい、決めました。一番薄いとこ切っといて、お、両冠埋まってイシャンテンです。ワケメ選手がちょっとあれで間に合ってなさいそうですね今のところ。そうですね、これな、はい、この形から初はポンするかどうかですね。なんか柴田選手はそのままなんかふかしそうなイメージですね、はい、そうですね、はい、なんかスルーしそうな気がしますけどね、はい、あの泣くのであればさっきチーピン切った時に、まあ、イーソーとかを切っておくのかなっていう感じが、はいはいはい、あ、これであれですね、あの、転敗した時に上がれそうな強い待ち配を短期で残してます。数層切りました。いいそうなんかで切っとくとね数字になって、あ、これ引き締まったですね。一番いいとこ入りましたよローピンは。そうですね、これシャーポンのマンガンコースあるので、あー、これチートイン見てるってことですか。はい、重なると、そうですね、もしくはあの両面入ってて、ね、あの本一番に一気にいっちゃう。おっと、ここはいいとこ入った。このスッチーソーは強い、かなりいいですねこのスッチーソーは。そうですね、はい、これまたあの柴田選手チートイの押し引きの難しいやつ来ましたね。向いちゃってるってことですね。そうですね。でも現状トップ目なんでちょっと無理はしづらいですね、これはね。まあここ積もられても、おお、来た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 、これでチュンが現物なんですよ。そうですね、一旦チュンですか、はい、でピンズが伸びたら急走急走って勝負する手もあります。そうです、ね、はい、で急走が2枚切れてるんですよ。とりあえずチュン切っといてイーシャンテンチートイツキープして、まあ、出た時に泣くかどうか今。おお、テンパった、テンパった、あ、やばい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 、これはだって安全度さっきと同じような状況ですよね。でも上がり始めたらいい方で勝負、リーチ、リーチ白ぽっちゃ見えてない、いい方で勝負か、いや、これチーソーを止めたらすごいっすよ。すごいですね、まあ、確かに、いや冷静だな、これ。いや、上がるやつだったら絶対イーソー短期なんですよ、これ引っかかってるんで。リーチですね、オープンリーチですかこれもしかして。そのおー、すごい、ベタ止めした、マジですか。いや、今のよね、こっちがいます、いや、一貫してますね。あのさっきもやっぱ、ね、あの先制されるとあの牌の安全度で放銃しちゃったらもう終わりになるんで、その切る牌が危険度重要になってくるんですよ、うん、で今回あの春選手のリーチを受けてチーソー短期でリーチ追いついた、スッチーピンキューピン、あ、惜しい、あ、イシャテン、イシャテン、シャオはないんで、はい、あ、シャオないんです、あ、もちもちっす、シャオないんですよ、はい、ピンズだ、法律のくつきイシャテン初は通ってない、めちゃくちゃ切りにくいですねこの。いや、これチーソー積もったらすごいな、柴田選手積もったら高いっすよ。あー、しなかれたこれは面ピン積も赤赤裏、
ハーハ1枚ありますね、はい、ハネマンのポッチと裏で2枚オールですか。いやはい、ハルさんさっきいやでかい4000、8000は6000、1万の上がり。いやシールポッチでかいっすね今の。積もる時相当気合い入って積もりましたね、はい、いやいやいや、これでオーラス、オーラスの親はハル選手でドラガトン、模試点が7万点のトップです。ハル選手、柴田選手がハネマン積もるですかね、これ今5万2000点持ちですね。柴田選手は1万8000点離れてます。ハネマン上がると2000点で逆転。そうですね、ワケベ選手はちょっと厳しい、はい、4万2000点差なんで、はい、そうですね、まあ、2着目指す展開ですね。そうですね、はい、2万4000点離れてますね。はい、バイマンツモでマクリーですね、はい、まあ、あのバイマンスタートそうですね、バイマンツモか、柴田選手からハネマン直撃、うん、あの本一とかに染めたらこれドラ統一なので、あ、なんとかなるかもしれない、面前でリーチかけても ね、うんうんうん、今ドラが5枚ありますね。はい、リーズもドラゴだったら一発から一条件現実的です。これ あ、ね、あいいですね、これであのシャンポンにしてドラを積もれば、これあのトップになるには役満積もですか、はい、3倍満でも届かない、届かないですね。あとあれですね、点数があの何万点台かであの払いのチップが2枚かあるので、とりあえず2000点でも上がると、そうですね、だいぶでかいですね、はい、抑えることはできます。本当に最悪でも今回はあの打点があるので普通に上がりたいですね。あ、ただ着順が変わらなくて春さんから出た場合でもそのまま上がるっていう選択があるってことですね。そうですね、はい、いいシャンテン、完全いいシャンテン、春さんの手配が良すぎると、はい、これは早いですね。おお、いいとこ引いた、これです、チーソーリーチ一発か裏ドラです。積もればバイマン逆転します。チーソーでリーチで、柴田選手はとりあえず現物、お、染めに行ってそうです。ハル選手はあもう打ってもいいやっていう感じですかね、この CP ラフに打ってるのは。そうですね、はい、うん、わーっとあった、赤ウソは筋リャンピーもプッシュしてますね、はい、これスッチソー結構いますね、はい、あのハル選手はバイマン振っても大丈夫なんですよ。あ、そしたら、はい、で柴田選手がこれ押してるのを見てもう自分もまっすぐ打ちながら、まあ、補充してもトップ取り切れるので、うん、まあ、出上がり3倍もはしょうがないっていう感じですね。お、はい、お、どんどん染まってる、これでチーズのいいシャンテンだ、チーズいきますね、チーピンとか熱いですね、チーピンは激熱、ローピンも勝負、いやすごい、追いつくか、ピンズの上追いつくか、あ、触っちゃった、あ、大丈夫、はい、スーピンをポンテに取るからですね、はい、あ、触ってしまったので、あ、これね多分あの高田審判長に今聞いてますね、触ってしまったのでダメですね、今ダメらしいです、引け、おお、もうあれですね、急走からいきます、ね、追いついた、ウッパーピン、これ三蔵現物です、これでピン風ついてるんでダマですね、はい、そうですね、トン、おお、惜しい、惜しい、惜しい、ただこれテンパるとウッパーピン余る形です。あ、現状はいいシャンテン、まっすぐ、このチーソーが宝珠でもね、出上がりだとね、現状はまあ勝利でも上がるしかないですね、触れてないですから、はい、リーチ 1,2,3,4,5,6 ですね、はい、1万2000の1枚、この1万2000点で、はい、ワケベ選手は4万点台に復帰した、わー、これ4ポイントですね、そうですね、はい、で、ウレッチで5ポイントなんか結構かなり大きい上がり、大きい上がりですね、はい、はい、それでは、11回戦のトップはカジノ部の春選手でした。それでは、ね、今から、ね、トップ選手にインタビューをしたいと思います。それではカジノ部の春選手にお越しいただきました。今回ともおめでとうございます。ありがとうございます。あ
の状況判断が的確で、ボーナスのトップ面からのプッシュも見事なんでしたね。であの現実的な条件が柴田選手残ってて、そこでまあ倍までは補充しても大丈夫ということで、後継者っていうかキープして、まあ、結果的には、ね、補充となってしまったんですけども、まあ、全然問題ないですね。そうですね、トップを分かれてしまうよりは、染めてが早そうで、はい、もう柴田さん、はい、結構来てるのかなっていう感じだったので、なんか印象に残った曲ありました？そうですね、白ポッチが嬉しかった。ああ、やってくださいはい、はい、相当気合い入って、うん、ちょっとパチちょっと大阪感出ちゃいました、あの瞬間だけ終わった後話なんですけど、普通に強いっすよね、はい、本当に、ね、強いです。最初ね、今日初戦どうなるかと思ったんですけど、最小限のラスを抑えてからね、今回もトップですから、はい、じゃあ引き続き頑張ってください、はい、ありがとうございました。